ホラーではありますが、ちょっと皆さんがすっきりするぐらいみんなもう狂ってるので、逆にちょっと笑ってくれたらいいなとか思いつつ、ミミズのシーン、あーミミズね、あそう見ていただけたら分かるんですけど、まあ、何っていうのは言わないですけど、ちょっとミミズが出てくるシーンがあるんですけど、帰んないでくださいよ、帰っちゃダメですよ、そうですよ、見てください、ミミズかみたいな、そうそうそうミミズね、なんか私北海道生まれで北海道育ちなので、ミミズとか割と平気な方ではあるんですけど、さすがにあのシーンはちょっとビビりましたね、はい、としか言えないんですけど、あの日結構すごかったですよね、あれすごかったですねそうですね、かなりパンチのある絵になってると思うので、そうですね、そう見ていただかないとね、ちょっと分かりづらいんですけど、そうですね、うん、ちょっと固めでね、そうわーっていう方は苦手な方はね、見ていただいて、ね、明確したりとか大丈夫です そこはすぐね、通り過ぎるんでね、はいはい、ホラー一応ベースがホラーじゃないですか、うんまあ、台本もこうすごいホラー的なこう、うん、ことがたくさんあって、でも現場で監督めちゃめちゃ笑うんですよ、そうなんです、本当にあの花房組はそうなんだっていうことを後からいろいろ現場のスタッフさんからも聞いて、うんうんうん、監督が笑ったらもうこれ OK っていうサインだからだからロコンブさんが一番苦労してました、うわ監督の声入っちゃったみたいな、そうだ、ね、そうだ OK かかる前にね、 OK かかる前に聞こえるなみたいな、そうなんですよここだけの話なんですけど、はい、このクランクインの前日、僕ミツバチと遠雷という映画でピアニストをやった次の日にこれ入ってて、うん、何そのかっこいいのからかっこいいところからこれに行って、はい、そうだったんだ、初日監督にお会いした時、監督が言ったのはセーブしなくていいから全身全力で行けって言われて、で もちろんこうその場で感じたものをどんどん出していくんですけど、どんどん僕自身が追い込まれていくんですよ、でそれが今思うとこう新田浩介の追い込まれ方にすごいリンクしていて、そこまでこう監督がこう俯瞰で見て計算して僕を導いてくださったのかなっていうのですごい感謝してます、向こうの撮影で追い込まれたんじゃないかってそれもありました、ありました、はい、大変そうですからね、あれね、はいはい、もうあちらはあちらで天才ピアニストの役ですしね、はい、まあ、それはもうプレッシャーもあったと思います、そんなにつながってたんですね、そうなんですよ、そうなんですよ、でも本当にありがたいことにこう逆にもう、ま、役っていうか全くこう似ても似つかない役だったので、もう逆に振り切れた自分もいたので、すごくやっていて楽しかったです、純粋に。ヒゲって整えるの難しいですよ。いや本当にこれね。知らんがなって言いそうになっちゃう。本当に聞いてくれ。絶対手挙げないでください。マジで。挙げないでください。聞いてくれ。これはそうなんですよ。監督これは聞いてほしい。どういうこと？ヒゲを整える時の整え方がすごい難しくて、うん、なんかちょっとミスるともう剃るしかないみたいな。でどん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 狭まっていく。せっかく生やしたのにせっかく生やしたのに、なんか本当はなんかそのもうちょっとなんかそのもうちょっとガッて生やして、そこから整えようと思ってこの辺まで伸ばしてたりもしようと思ったんですが、なかなか自分で整えるのがちょっと難しくてどんどん狭まって今この状態になっているという。じゃあ実際もっとあったわけですね、はい、ありましたありました、顎の方、はい、そうなんですよ、上の方までこうつなげたかったなって思っていて、ここまでってことだ、そうだから、まあ、一度はこうやってみて自分を知るっていうこともありますし、うん、まあその、まあ、賛否両論あるとは思いますが、そのヒゲに関してはけど、まあ、僕としてはその整え方が難しくてちょっと落ち込んだなっていうのはありますね。笑いすぎじゃないですか , 笑ってる、すごい、でも似合ってますよね、本当ですか、うん、似合ってる、似合いますか、ほら、そこ拍手、拍手が生まれた、しました、すごい似合ってますよ、パラパラですね、ありがとうございます